はい、皆さんこんにちは。こんにちは。会場の皆さんこんにちは。はい、始まりました。本日30分で超有名ボカロ P レルリリさんに迫る突撃隣のレルリリさん、司会を務めさせていただきます門川宣伝の大久保と申します。どうぞよろしくお願いします。はい、はい、で本日のもちろんメインゲストはこちらの方、ボカロ P レルリリさんです。と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。昨年もご来場いただいたと思うんですけど、今年のこのニコニコ超会議3雰囲気どうですか？いや、すごい盛り上がってて楽しいですね。ありがとうございます。はい、会場の皆さんもレルリさん来てますよ。ぜひぜひ盛り上げてくださいね。ありがとうございます。はい、まだそしてレルリリさんご存知じゃない方もいらっしゃるんで、簡単なご紹介をさせていただきたいと思うんですけれども、レルリリさんはボカロ P としてボカロの曲を多数作曲、世の中に押し出しているマルチクリエイターとしてただいま注目されています。その中でも、一番印象に残る脳症炸裂ガール、こちらの PV の方をご覧いただけますでしょうか。お願いいたします。スタジオさんお願いします。はい、こちらに戻してください。こちらの脳症炸裂ガールの PV 途中まで放送させていただきました。レルリリさんはこの他にも、清掃炸裂、爆裂棒、一触即発全ガール、ちょっと盲信ガールなど数々のボカロの名曲を、世の中に送り出していただいてます。さて今日はそんな、レルリリさんの、音楽の話も、多数伺おうと思っているんですが、それ以外のちょっとプライベートな一面もなかなかインタビューとかで出てこないので、そんなお話も伺いながら進めてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、それではまず最初にボカロ P レルリリを形作った過去、少しお伺いしてみようと思います。タイトルドン。はい、突撃昔のレルリリさんということで、レルリリさんの少し学生時代のお話などを伺っていきたいと思います。はい、レルリリさん、こう音楽とかをやり始めていた頃の学生時代ってどんな感じだったんですか？そうですね、僕はですね、中学3年生の時に母親が趣味でクラシックギターを弾いていたんですけど、はい、それを、母親が家でやってるのを見てて、で自分は当時ゆずがすごい好きで、母親のギターを勝手に借りて、はい、ゆずの弾き語りとかをやったのが、僕の音楽を始めるきっかけだったですね。なんか今の PV の音楽とはかなりこうギャップがある印象を受けたんですけど、最初のスタートは、ね、最初はゆずとか、フォークから始まって、フォークなんですね。はい、で高校時代に、軽音楽部に入って、ちょっとバンドサウンドみたいなのを経験しましたね。はい、なるほど。はい、スタジオさん一回こっちカメラ戻してもらっていいですか？はい、じゃあバンドの頃っていうのは、はい、その最初に始めたこのフォークみたいなものも踏まえながら、そう、仲間と一緒にみたいな。そうですね、ただ僕は高校時代から山崎まさよしさんがすごい好きだったんですけど、僕の周りで山崎まさよしさんを好きな人がいなくて、周りはどっちかというと
メロコアとかパンクとかそういうのがすごい流行ってて、で自分もそういうの嫌いじゃなかったんですけど、はい、なんかあんまり好きにはなれなかったんですけど、ただまあ周りの、バンド軽音楽のバンドのやつらがそういうのやってたから、はい、自分もまあちょっと しょうがなくやってみようかなみたいな感じでやったら意外と楽しかったみたいな、じゃあそういう軽音的なパンクとかの方向はどんな感じのアーティストさんのものをこうやられてたんですか？あ、その当時ですか？当時です。当時はまあ僕はギターで、まあそうですね、いろんなのやってたんですけどね、はい、ちょっと思い出せないですけど、わかります。また今度ぜひも聞いてみたい。モンパチとか、モンパチとか流行ってましたね。なるほど。じゃあ、ポイ捨てとか流行ってましたね。ちょうどそんなぐらいの時代なんですね。なんかそのそう、じゃあ僕ボカロをやる前から結構この音楽をずっともうそのクラシックギターから始められてたってことなんですよね。はい。なんかそんな中でこう、まあ途中からこうボカロという世界にこう飛び込んでくるわけなんですけど、なんかそんなきっかけみたいなことってありました？そうですね。高校卒業してからなんかずっと趣味でバンドを組んでて、はい、でまあそのバンドがなんかちょっとなんて言うんでしょうね。この バンドでプロを目指そうぜみたいな空気になったんですけど、うん、まあ、それがちょっと失敗しちゃって、でも自分はなんかその音楽でちょっとプロを目指したいなっていう気持ちがその時点ではまだあって、はい、だから一人でその DTM を一応続けてたんですよ、でそういった時に、まあ、たまたまニコニコ動画を見てて、はい、で初音ミクを使って自分のオリジナル曲をどん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 アップしてる人たちがいっぱいいるのを見て、はい、これはすごい面白そうだなって思って、もう自分も今すぐやってみようと思って、はい、いうのがきっかけですね。なるほど。最初のうちとかで機材とかもあんまりこうない中でみたいな、そんなことはなく、ある程度そうですね、やっぱり最初はもう誰でも買えるような2万円のマイクとか、うんうん、3万円のオーディオインターフェースとか使って、うん、始めましたね。なるほど、なるほど、はい、そうこうやっていく中でその、ま、音楽を作っていくことは一緒だと思うんですけど、こうバンド活動以外にやとはにはないこうなんですよ、ボカロならではの魅力みたいなものって何ですかね。そうですね、まあ、一番の魅力は、はい、その僕が初音ミクとかを使い始めて、はい、すごい友達が増えたことなんですよ。おバンドをやってた時期っていうのは、もちろん友達はいたんですけども、やっぱバンド友達しかいなかったんですけど、ただ、ニコニコ動画で投稿し始めてから、はい、そのイラストレーターさんとか、歌を歌ってる人とか、はい、ダンスをやってる人とか映像を作ってる人とか、もうとにかくなんかいろんなジャンルのやつらとめちゃめちゃ仲良くなれて、そういう意味ですごい今までになかったぐらいなんか友達が増えましたね。なるほど、なるほど、はい、なんか意外というか本当ならばこうリアルに人と触れてた方が意外と友達できるんじゃないのってこう思ってる人もいるかもしれないですが、まあ、こうネットの環境でいろんな、まあ、才能のある人たちが集まっている場所なので、そういった方々と知られたことがすごく大きいってことですね。そうですね。なるほど、なるほど。さてではそんな昔のレルリリさんも今となってはもう大ボカロ P になっているわけなんですが、そんなレルリリさんの、近況のお話を聞いていきたいと思います。じゃあ、はい、タイトル2つ目どうぞ。はい、突撃では今のレルリリさんということで、ではスタジオに戻してください。最近の近況をお伺いしたいと思うんですけれども、最近の音楽制作の方はどんな感じで進めてらっしゃるんですか？そうですね、最近はですね、まあ、ボーカロイドで作って、はい、まあ、ニコニコ動画に上げるっていうのももちろんやってるんですけど、はい、まあ、自分はそのボカロ P って言われるとそうじゃないって僕は思ってて、もう作詞か作曲か、はい、で ありたいと思ってるんですよ、はい、で初音ミクっていうのはあくまで自分が作った曲を世の中にプロモーションしていくツールに過ぎないんで、なるほど、なるほど。だから僕はいつでも誰かに楽曲提供の依頼を受ければ、はい、もういろんな人に
楽曲を作って、うんうんうん、仕事をしているので、はい、ただ最近はすごく、楽曲提供の依頼が増えてきたので、まあまあ、歌い手さんですとか、はい、アイドルさんですとか、はい、そういった方に今、たくさん楽曲提供とかやらせていただいてますね。そうですよね、はい、皆さんはご覧になってますかね。 NHK の E テレで放送されている鷹の爪の新作のエンディングテーマ、レルリリさんが、作曲編曲されているものだったりとか、まあ、そういう形でこうボカロ P というよりもその、まあ、音楽クリエイターとしてのなんか一面が最近こうどん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 こう前に出てきているような印象をすごく持つんですけれども。そうですね、うん、どん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 そういう方で前に出てこうかなって最近は思ってます、はいはい、なんか その周辺の音楽っていうのもそのレルリリさんらしさがすごくそれぞれ作品に込められていて、いわゆる皆さんの知っているその脳症炸裂ガール以外の、面もかなり見えるので、ぜひそちらの方も聞いていただければと思います。それからですね、レルリリさんには最近の近況ということでお写真をいくつか撮ってきてもらったので、それをちょっと見ながら話していきたいと思います。最初の写真はこちらです。はい、桜ですかね。これは今年の桜ですか。はい、そうですね、はい、今年の、神代、神代寺植物公園、あ、そうですね、はい、調布の神代寺植物公園というところにお花見を行った時に、とても綺麗なしだれ桜が咲いていたのでちょっと写真撮ってきました。本当ですね、はい、なんかこういうお花見とかってレルリリさんってこうお友達は結構ボカロ P 仲間とかそういう先ほどお知り合いになったその映像作家さんとかそんな方々と行かれたりするんですか。いや、これは一人で見に行きました。そうなんですね。でも全然人がいない。これ、あ、朝よ、明るいけど そうですね、いや、そんな朝でもなかったですけど、なんか人がいなくてすごく、まあ、あそこ人が少ないんですよ、いつも。あ、本当ですか。はい、穴場なんで。へー、はい、すごい綺麗。そうですね、なんかこういう桜を見ながらなんかまた一つ音楽のこととか考えたりとかすることってあったりします。そうですね、インスピレーションはやっぱりありますね、そういう意味で言うと、はい、なるほどなるほど。ではそんな桜の次のお写真、行ってみたいと思います。どうぞ。はい、次のお写真はこれは猫ですか。はい、この猫はですね、うちで飼ってるクーちゃんという猫です。クーちゃん、はい、はい、猫何歳ですか。ですね、まだ生後半年ぐらいですね。あ、なんか大きく見えるけどもしかしてすごくちっちゃい猫ですか。いや、でも結構半年ぐらいで、うんうん、結構すぐでかくなるんですよ、猫って。へー、ね、なんかクリエイターさんってこうなんか猫好きな方が多いイメージもありますけど。そうですね、このクーちゃんと一緒にこう生活するきっかけって何かあったんですか。あのですね、この子は捨て猫だったんですよ。うちの近所にすごい猫が好きなおばちゃんがいて、その猫が、あ、そうやね、猫じゃない、そのおばちゃんが猫をなんかカラスに襲われそうになってたところをなんか保護して、ただそのおばちゃんの家にはもうすでに猫が5匹いて、もう猫飼えないということで、はい、新しい飼い主を探してて、うんうん、で、まあ、たまたまなんか うちに声がかかって、はい、ああそうなんだって、そういう事情かっつって、ええ、だったらじゃあうちで買いましょうかみたいな感じで、はい、住むところってこう動物大丈夫だったんですか。いや、全然大丈夫です。あ、それは良かったですね、はい、すごい。この猫ちゃんは男の子女の子。この子は女の子ですね。あ、本当ですか、はい、クーちゃんっていう名前はどこからこう拾ってきた。ね、黒いからですね。わかりやすい。黒いからクーちゃんですね。もう全面これ今お腹がすごい可愛く見えてますけど、背中もずっと全部黒なの。そうですね、真っ黒ですね。へー、光の加減でちょっとしましまになったりもするんですが、まあ、基本は黒ですね。へー、可愛い、はい、じゃあこんな猫ちゃんとこう結構生活しながら作業もされているということなんですね。はい、はい、じゃあ次のお写真行ってみましょうか。次のお写真どうぞ。うん、はい、
うん、何のお写真でしょうか、このお写真。これはですね、あの僕が渋谷をたまたま歩いてた時に、たらこスパゲッティが地面に置いてあったんですよ。うん、はい。で、それにこう鳩が群がって、はい、むさぼり食ってるところですよ。なぜこうスパゲッティがそこに置かれていたかっていうのはちょっとわからないけれども、それはわからないんですけど、ただ鳩が群がって、はい、なんか浴びるように食ってたんですよ。ちょっとなんか動画で見たい感じもする、まあ、よく見るとなんか羽とかにもスパゲッティがくっついたりとか、もうたらこだらけな鳩だらけみたいな、鳩がもうすっごい、ちょっと静止画だとその凄さは伝わらない、動画で撮ればよかったなって思ったんですけど、若干スプラッタチックな、なんかもうとにかくすごい状態で、これはすごいって写真に撮ろうって思って、まあ、なんかちょっとこう脳内の分泌物がかなり出てしまったハートのこう状況が描かれてますけれども、そうですね、結構都心の方にもこうプラーっと出てられたりすることも多いんですか。はい、都心の方にこうプラーっと出てきて一人でこうお買い物とかそういうのもあったりするんですか。そうですね、まあ、渋谷なんかよく、まあ、打ち合わせでも来ますし、普通に買い物とか来ますんで。なるほど、なるほど、そんな時のお写真1枚ということなんですね。そうですね、はい。じゃあ次のお写真行ってみましょうか。次のお写真どうぞ。はい、ちょっとお昼時にはかなりお腹に応えるというか心地いいお写真ですけど、これは何ですか、はい、食べ物だと思う。ですね、これはねカレードリアなんですけど、はい、まあ、僕は自分で作ったやつなんですよ。これレルリさんが、はい、ドリアを、はい、これめっちゃ美味しそうに見えるじゃないですか。はい、見えます。めちゃくちゃ簡単なんですよこれ。簡単、そうなんですよ。え、これ超簡単、ちょっとやり方を、はい、説明するとですね、ぜひぜひぜひ、まずご飯の、はい、ご飯を下に敷くんですよ。はい、でレトルトカレーをかけるんですよ。あ、カレーレトルトなんですね。そうなんですよ、いわゆるなんとかカレーって言われてるパックの、もうレトルトカレーなんでもいいんで、なんでもいいんでかけで、その上に、スライスチーズを1枚ペッて乗せる、はい、でその上に、あ、逆だ、カレーの卵を乗せる、先に卵を乗せる、生卵ですか。生卵を乗せる、はい、でチーズをペドッと乗せてオーブンで焼くだけって。オーブンでどのくらい焼いたらいいですか。10分とか15分ぐらいです、もう超簡単で誰でもできるんですよこれ。すごい、超うまいんですよ。すごい美味しそうっすね。これおすすめなんで、ぜひみんな作ってみてほしいですね。そうですね、レルリリさんはなんかこうカレーに軒並みならぬこだわりがおありと伺ってますけれども。そうなんですよ、実は僕カレーが大好きで、はい、カレー屋さんでバイトしてたぐらいカレーが好きなんですよ。そのカレー屋さんでこういわゆるチェーン店系のじゃなくて、こうなんかインドカレーみたいなカレー屋さん、ですね、個人経営の、なんていうんですかね、まあ日本のカレーって感じのお店ですね、はい、はい。そのカレー屋さんで自分でもこうなんか研究しながらお料理もされてたりとかも。そうですね、カレー屋さんで働いてたんで、このスパイスの調合とか、はい、こう野菜をどんな風に、入れるだとか、結構たくさん勉強になったんで。なるほど、はい、なるほど。そうなんです、レルリリさんって実はその学生時代、高校卒業された後に調理の専門学校に行ってらっしゃるということで、まあ、これ なぜまたその調理の専門学校って。そうですね、高校卒業した時に、なんか調理師になりたいなって思ってたんですよ、全然音楽でプロになろうとか思ってる前だったんですけど、なら普通に調理師学校に入って、はい、でもたまたまその時に調子学校に行きながら趣味でバンドもやってたんですけど、まあ、その時にやってたバンドがなんか調子が良くなっちゃって、
ちょっと調理師になりたかったけどやめたって思ってそこで音楽の方にこう完全にシフトして、そうですね、うん、だからあ半年ぐらいしか実は行ってないんですけどね。あ、そうなんですね、はい。でもこういうお料理ってこう自分お一人でも結構やられたりするんですか、いつも。そうですね、もう料理はほとんど自分で自炊ですね。あ、そうなんですね、はい、結構毎日、ほぼ毎日ですね。なんか作りますね。なるほどなるほど。そんなこれがおそらく自炊の画面であろうお写真、もう一つお願いします。どうぞ。これは何の料理ですかね。これは天津飯ですね。すげえ、卵がめっちゃトロトロっすね。これクックパッドを見て作りましたそこら辺は結構ソースは頼るけれども、もう自分なりのまたアレンジもあったりとかして。いや、でもこれあんまりアレンジしてないっすね。あ、そのまま。あのクックパッドって結構便利で、はい、意外と使えるレシピが多いんですよ。あ、本当ですか。だからランキングとか見て、その上位の上位の方のやつとかはもうみんながやっぱ作っててうまいっていう評価がある、あるんで、結構信頼できると思いますね。すごいこれ美味しそう。もう一つあります、はい、もう一個どうぞ。こちらは、あ、これは豚の生姜焼きですね。あ、はい、これもクックパッドで調べて、はい、なんかあの乗っかってるこのニンニクチップがすごいこうカリカリしてなんかいい感じな。そうですね、僕ニンニクがすごい好きなんで、もう何でもかんでもニンニク入れるんですけど、だから生姜焼きにもニンニク入れるんで美味しそう、すごい。なんかもうよくわかんない料理になってますけどね。いや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 、なんかでもこうお皿とかもすごい綺麗ですね。やっぱなんかお料理の学校に行ってたから、そうお皿とかもなんかこだわったりとか。あ、これはあのダイソーで買ってきたやつですね全然俺の見立てが悪い、はい、じゃあもう全然そ 料理のもう味重視みたいな。そうですね、うん、もう中身重視な感じで、なんかザ男の料理な感じですごいいいですね、はい。ちなみにそのカレーはなんかレルリリさん の, あのウェブサイト運営 されているあのブログとかでも一つ、はい、あのかなりやり方が詳しい形で、載っているものもありますので、ぜひそちらも見ていただければなんて思ったりします。はい、はい、というわけで、バババババッともう駆け足になっちゃったんですけれども、こんな形で、レルリリさんの、まあ、お料理の話とか、それから音楽に傾くきっかけになった部分とか、あの伺ってきたんですけれども、本日なんとこの後、レルリリさんは、幕張メッセイベントホールにてニコニコ超パーティー3に出席する予定です。そんなところでタイトルどうぞ。はい、まあ、今後のということで未来のレルリリさんというわけなんですけれども、じゃあ戻してもらっていいですか。今日のではそのニコニコ超パーティーでのこうライブの意気込みなんかを伺わせていただければと思うんですけれど。はい、意気込み、はい、読みですか。あ、そうですね、今年で超パーティー3回目ということでね、もう すごいなんかゲストがゲスト出演者がすごいんですよ。小林幸子さんは出るし、うんうんうん、影山博信さん出るし、うんうんうん、古谷徹さん出るし、もう超すごいメンツが集まってて、はい、もう僕も超テンション上がってるんで。そうですよね、もうそうですね、なんかどうぞどうぞ。やっぱお客さんに、うん、なんかああよかったねって言ってもらえるようなステージを作りたいと思いますね、はい、ありがとうございます。ちなみに会場の皆さん、この後超パーティーにも行く人っていますか。じゃあ今すぐチケット買ってください皆さん皆さん絶対行ってくださいね。すごく楽しいパーティーになると思いますよ。はい、ではもうそろそろお時間もというふうになってまいりましたので、最後にじゃああの生放送を見てる皆さんとか、会場に来てる皆さんに一言ご挨拶いただいてもよろしいですか。はい、挨拶、はい、挨拶ですか。挨拶というか、まあ、今後こんなことやってきますんでよろしくみたいな。そうですね、まあ、僕は、まあ、なんか音楽作る人間なんですけども、
その音楽以外にもやっぱり何でしょう、アニメーションとか、はい、まあ、漫画とか小説とかそういったどん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 なんかメディアミックスみたいなことをどん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 やってって、その僕はなんか世の中をひっくり返すようななんかすっごい面白いものを作りたいなってずっと思ってるんですね。こう自分が死んだ後もなんかこう100年ぐらい残るようななんかそんなものを作りたいなって思ってて、でそれってでも僕一人の力じゃできないから、はい、もう今ニコニコ動画とかでいっぱい才能あふれる、はい、もうイラストレーターさんとか、うん、もう動画作る人とか、はい、シナリオライターさんとかなんかそういう人、俺もなんかやりたいって思ってる人がいたら、うん、ぜひ僕にどんどん声をかけてほしいなって思ってて、だから同じ僕と同じように情熱を持ってる人は、はい、ぜひ僕と一緒に何かものを作りたいなって思って、はい、思ってます。だから常にお仕事募集中ってことですね。そうですね、お仕事みんなで面白いものを作れたらいいなと思ってますんで、はい、皆さんぜひぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい。じゃあそんな流れの中で、まあ、少しちょっと指名のところだったんですけれども、まあ、そのメディアミックスという言葉も出たんですけど、その中の一つが、まあ、角川でやらせてもらっているこんな小説どうですか。はい、農場炸裂ガールの小説が2つ出ております。皆さんこれ読みました。もう読んだ、ありがとう。読んだ方も多数いると思うんですけど、こちらに関しては、さらに続刊も出る予定があったりします。まあ、こんな形でちょっとこれは後々詳しく紹介しますが、こんな形でレリリさんのそのメディアミックスとか皆さんの一緒にやっていくパワーをですね、今後どん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 広げていきたいと思いますので、ぜひとも応援よろしくお願いいたします。じゃあそれではこちらでちょっとレリリさんは1回おしまいということで、皆さん拍手でお送りいただければと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。メルリさんでした。はい、というわけで、まあ、30分弱ぐらいになっちゃったんですけれども、レルリリさんと、お話をさせていただきました。ここから若干の告知させていただきます。先ほども画面で紹介させていただきますが、角川ビーンズ文庫から発売されております、小説版農商炸裂ガール、1巻2巻ですね、1巻2巻、はい、さらに、夏8月1日には3巻目が発売予定されております。さらにですね、コミック版もございます。こちらコミックの、農商炸裂ガール、ただいま絶賛発売中です。そしてですね、こちら、連載していた媒体、今発売中のものの表紙はこちらなんですけれども、コミカロイドという雑誌にて、次回5月13日発売からは一触即発全ガールのコミック版も、連載開始ということになっているので、ぜひこちらもチェックしていただければと思います。はい、ありがとうございます。さて皆さん、レルリリさんの少し人と柄に触れていただけてよかったと思います。あ、どーもくんがいますね。はい、というわけでございます。で最後に、本日、この後ニコニコ超パーティー3にも出席されるレルリリさんからの告知1本目です。番組内でも少しご紹介したんですけれども、NHK E テレにて4月11日より放送開始したテレビアニメ秘密結社鷹の爪エクストリームのエンディングテーマに、レルレルリさんが作曲編曲しました、チャンバラジャスティス伝説が流れております。あ、画面変わりましたね。こんな鷹の爪の、短いショートアニメのエンディング、こちらにレルレルリさんが楽曲提供しております。ニコニコ動画でも、鷹の爪って検索するとこれのタイムシフト版が見れるので、ぜひぜひ皆さん見てみてください。はい、告知駆け足になりましたけど、あっという間でした。最後皆さんどうもありがとうございました。今後ともぜひレディーさん応援してくださいね。そして最後には、角川ビーンズ文庫の農商炸裂ガールの PV にてお別れしたいと思います。どうもありがとうございました。
ぼってる従順な子みたいな可愛さは最初から求めてないから、その頭で私も友達は会ってなる人さと悪ら仕事私も残しも作れずだ。